2002年、ピョートル・オレゴビチ・アーベンは、ロシアの政治家、企業家。ロシアの新興財閥の一つ、アルファグループの最高幹部。1955年3月16日モスクワに、生まれる。1977年モスクワ大学を卒業する。1981年度大学大学院修了。1981年ソ連科学アカデミーシステム、研究所勤務。 その後、ソ連外務省顧問。ソ連崩壊後、1992年1月、ロシア連邦政府の対外経済関係省に任命される。1992年7月通貨経済委員会、副議長。1993年金融会社を設立する。1993年の会員国家会議選挙に、ロシアの選択から比例区で立候補し当選する。 1994年に議員辞職し、実業界に専念。1994年にアルファ銀行頭取に就任し、ミハイル・フリードマンのアルファグループの最高幹部となる。ロシア金融危機では、アルファ銀行は打撃を最小限に食い止めることに成功し、金融危機後にさらに台頭した。また、ウラジーミル・プーチンがサンクトペテルブルク市に勤務していた際に、 仕事を通じて協力関係にあった経緯もあって、プーチン政権成立後は、アルファグループは、新興財閥が抑制される中で逆に勢力を増大している。第2期プーチン政権の首相に就任した、ミハイル・フラトコフとも関係が深く、フラトコフを首相に推薦したとも言われる。アーベンは、アルファグループが、ロシアンマフィア、ソンゼボグループとの癒着が取り沙汰された際、 これを否定している。ありがとうございます。